異端な鳥は、2019年制作のチェコウクライナの映画。第二次世界大戦中、ホロコーストを逃れて疎開した一人の少年が、様々な差別や迫害に抗いながら、強く生き抜いていく姿を描く。ポーランドの作家イエジー・コシンスキ原作の同名小説の映画化。第76回ベネツィア国際映画祭ユニセフ賞受賞。R15 指定。なお、 本作の言語には、舞台となる国や場所を特定されないよう、インタースラービクという人口言語が使われている。この言語が映画で使用されるのは、史上初めてのことである。第32回東京国際映画祭のワールドフォーカス部門では、ペインテッドガードのタイトルで上映された。第2次世界大戦中、ホロコーストを逃れて、東欧のある村のおばのもとに疎開した一人の少年。 しかしある日、そのおばが病死した上、火事でおばの家も消失、少年は身寄りをなくしてしまう。たった一人で当てのない旅に出た少年を、行く先々の人々は異物とみなし、ひどい仕打ちを与える。それでも少年は、なんとか生き延びようと必死でもがき続ける。ありがとうございます。